レディースコードは2013年にデビューした韓国の女性5人組アイドルグループ、ポラリスエンターテインメント所属。グループ名には女性たちの憧れのコードを盛り込み、ドラマチックなステージを披露するパフォーマンスグループという意味が込められている。また、メンバーそれぞれに異なる女性のイメージが与えられている。在日韓国人のリセは2009年、 ミスコリア日本のグランプリに輝き、2011年に韓国のオーディション番組、偉大な誕生に出演して、注目を集めた。その後、バラエティ番組、私たち結婚しましたにも出演し、キーイーストで約2年間ガールズグループとしてのデビュー準備をした後、現在の事務所に移籍した。ソジョンはオーディション番組、ボイスコリアで決勝まで進出した。アシュリ、ジュニー、 ウンビもそれぞれ別の芸能事務所で練習を積んでいたが、現在の事務所に移籍し、5人でグループが結成された。アシュリー、ソジョン、ジュニは、いずれも、所属事務所参加の芸能養成施設、エムアカデミー出身である。クオンリセイ・ソジョンの、ガールズグループレディースコードが、デビュー、3月7日に、アルバム発売。 ハット AB レディースコード、歌は、キム・ボムスのように、パフォーマンスは、アイビーのように、ハットレディースコード、実力で勝負、自信があります。ハットレディースコード、音楽配信チャート上位入り、熱い関心ハットレディースコード1位記念、リセ、ホホエムショット、第20回大韓民国芸能芸術賞受賞式、8日に、開催レディースコード、第3回ナオンチャート K ポ、 アワードで新人賞受賞レディースコード。彼女たちが、ソワンダフルな理由レディースコード。花のおじいさん捜査隊で初の OST に参加レディースコード。7日、シングル、キスキスを発表レディースコード。新曲発売記念ゲリララピブお開催レディースコード運び、交通事故で死亡レディースコードソジョン無事手術を終える。経過は、良好、ハットレディース、コード理性。 渋滞で9時間に及ぶ、大手術レディース、コード理性、手術を中断、脳の腫れがひどく、集中治療室で経過を見守っている、ハットレディース、コード理性、死去、去年23歳レディースコードョン、5日午後に、骨折の手術、ウンビさんの死は知らされず、ハットレディースコード、品川で、追悼公演、コリセさん、アンドウンビさんの夢を叶える追悼曲、アイアイム。 ファインサンキューリリース追悼曲、痛くても笑うリリースレディース、コード、メンバー全員が、契約終了へ、事務所が、コメント、残念だが、今後の活動を応援する、クスタイル2020年2月17日、同日閲覧。ありがとうございます。